おお。あ、歌ってください。歌ってください。黙れ黙れ黙れ。おはよう。お前だったのかよ。待って、1ない、1なくね？告白していった。何言ってんの？今何時？のっちさんに何？今何分？のっちさんに興奮。今何分？お前にプンプン。あ、今何年？のっちのこと好きやね。おっぷな。あぶな。気になったんだよ。あら、どうしました？どうしました？僕今命の危機にあった。え？何？なんで語彙力急に飛ばしてるの？どうした？命の危機にあった。命の危機にあった。僕3票でスキップ3票ということは、あと1票間違えたら僕死んでたんですけど、これ。インポスターだった場合通報するかってするわけないじゃないですか。スキップお願いします。どういうこと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 ちょっとよくわかんない、ね、どういうことですか。もう一回ちょっとよくわかんない。もう一回ゆっくりちゃんと、うん、ゆっくりちゃんと喋って、うん、ちゃんと行きますよ。トシネさん、はいはい、うん、どうぞ、うん、あのですね、今番長僕すごく疑ってたんです。もうダメです。もう大丈夫です。もうダメです。まあまあちょっとね、もうダメだっていうの。いや本当に、じゃあ生かして、もし次僕が疑われ位置に上がった場合は即に移ってください。わかりました。はい、わかりました。今や。やった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 の。どっかじゃあタスク、タス、お前がやったんだろ。そうだよ。俺がやったよ。どうせやってないって言っても信じないんだろ。仕方なかったんだよ。そんな俺のことを責めるんだったら、あいつをどうにかすればよかっただろ。なんで俺がこれで捕まるんだよ。なあ、俺じゃないって言ってもどうせみんな信じてもらえないんだろ。だったら俺がやったでいいよ。こうやって冤罪って生まれてくんだな。毛利さんよ、このベイカー町幸せな街にしてやってくれよ。バイズズ。扉閉まる音がした。終わんねー。終わんかい。やったんだ。やりました。主人さん、あなたはタスク、そう、仕事をこなした。それはクルーのタスクではなくて殺人を行ったということではないのですか。で、タモさん、そんなことあるわけないだろ。あなたは言い逃れをしようとしました。私はタスクを1やったと。1というのは1人キルした、そういうことではないですか。証拠あんのかよ。証拠は何のドラマだ。あなたのその頭の上に乗ってるチーズ、それが証拠です。そこかじられてますよね。犯人が最後苦し紛れにチーズをかじったんです。その証拠があなたの頭の上に残っている。つまりあなたはクルーではなく、インポスターとしてタスクをこなした。そうでしょう、詩人さん。これ何これ。ああ、おかしいよな。あいつさ、ポンズ野郎はよ。なんだこれ。俺と小学校からの仲だったんだ。お前なんで。クラマはポンズ野郎を殴った。
だから俺はそれが許せなかった。え、待ってずっと一緒にいてたポンズ野郎がやられてしまうのが許せなかったんだ。そんなストーリー性あったの？だから俺はポンズ野郎を殺した。そうだよ刑事さん、あいこれを連れてってくれ。ちょっとこれでいいんだろ。これがあんたの求めていた答えなんだろ。わかりました。これ主人さん、あなたが罪を正直に話してくれたことは感謝します。ただ霊界に行って反省しなさい。何やねんこれ。なんだこれ。もうアモアスだろこれ。なあ、何急になんかマダミスみてえな、なんかロールプレイしてんだよ。なあ、で終わるのかい。いや、すいません、僕通報ボタンも見てなかったんで。もうダメじゃねえかよ、もう。え、マジかよ。あなた、自分からボロを出しましたね、中西さん。僕と、オワタピーさんがピアノを弾いて無理、広大さんは新曲を出していて無理、あなたしかいないんですよ。こういう詰め方もあるんだな。あら、ちょっと計画通りにはいかなかったようだ。まあでも、あなたは俺が釣られることによってみんながね白くなるならそれでいいかなと思ってる。続くじゃんこれ。じゃあまた中野さん、うん、さようなら。さようなら。楽しかったよ。罪を償ってきてください。いやこれ続くんちゃうこれ。続くんでしょこれ。インポスターじゃないか。絶対ピアノ陣営。やべ、誰だよ。ピアノ陣営だろ絶対。ああ、いやー、ワタピーさんだ。ワタピーさんだった。ピアノ強すぎるって。お、俺の道ってこと、俺のルートってこと？うん、ルート。まあ、ワタピーさんがキルされた時のズーさんの脇がキッチンかな。ルート聞きたいな。ルート聞きたい。まずはキッチンに沸いた後、展望デッキでタスクやって、キッチン戻ってバガやって、武器庫にいて広大さんとすれ違った後、コミュニケーション、エンジン宿舎通路金庫室。ちょっと待ってベイベー、これ広大さんじゃない。そうだね、広大さんじゃない、これは広大さん。釣りましょうか。いやいやいや、こっちね。なるほどね。いやまあ今分かんないですけど、全然釣られていいっすけど。プロに言われてるよ。全然いいんかい。全然いいんかい。強っ。あら、あら、あれ、うん、見てないな。なんか貨物っぽくない？え、まずはカモス室にはいて、リアクターなったからラウンジいて、アーカイブにいてリアクター直って、どっちさん右手、もう一度リフトのタスク終わらしたあとアーカイブ、下から夏ぴょん来てボタンだよ。ちょっと待ってベイベー、これ夏ぴょんじゃない。そうだね、夏ぴょんだね、これじゃみんなで夏ぴょん投票だ。おおおイエーイ。ズズ頼むで。違うのは。やばい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 、まずいな、このタイミングでか。ちょっと、あれあれこれズズ
ってた本人がインポスターです。え、本当なの？さすがにでもそんな信じられないよそんなの。まずは貨物に沸いた後、ラウンジアーカイブシャワールーム、メインホールいた後エンジンルーム、宿舎前ズロリフトに行った後、ミーティングに登ったら番長がいて、のおちさんちょっと待ってベイベー、これ俺じゃない、そうだね俺だね、みんな本当にありがとうございました。あ、間違えた。あら、ゲットワイルドだ。うん。おお。あ、やべ。歌ってください。歌ってください。黙れ、黙れ、黙れ。あら、おい。お前、黙れ。何ですか？黙れ。黙れ。黙れ。ゲットワイルドなんて弾けないもん。いや、た、あのね、確かにね、そんなに上手くなかったな。そんなに上手くない。これ本人だったら失礼ですよ。いやいやいや、単調だった。そうよ。絶対違う。めちゃくちゃうめえじゃん。めちゃくちゃうめえじゃん。うめえわ、マジで。